ちょっといいかな。いらっしゃい。プレゼントかい？いや、買い物じゃないんだ。なんだ。財布を盗んだブルーノって子を探してるんだ。協力してくれないか？こんな子なんだけど。知らないけど、まあ気にしておくよ。助かる。よろしく。ったく、どこ行きやがった。やがった。なあ、おじさん、そいつだ、捕まえたよ。おお、足の速いガキだな。おい、何言ってんだよ。ああ、もういない。いや、悪いな。俺はとにかく足が遅くてさ。全然追っかける気なかっただろ。そんなことないんだけどな。頼むよ。もうエアリスもまだ探してんのかな。一人で大丈夫か。あのさ、ちょっといいかな。なんだい。財布を盗んだブルーノって子を探してるんだ。協力してくれないか。こんな子なんだけど。ああ、任せとけ。ブルーノだな。うん、任せとけ。助かる。見つけたら捕まえてくれるともっと助かるよ。どこ行きやがった。嫌がった。なあ、おじさん、そいつだ、捕まえたよ。くぇ、逃げられたか。取り押さえようと思ったんだけどな。あいつに今俺のとっておきのマテリアを盗まれちゃったんだよ。いや、あれを使われちゃ追いつけないよな。あんた、追っかける気なかっただろう。やだな、そんなことないって。頼むよ、もう。そう、わかった、また来るね。あ、エアリス。ザックス。ブルーノ、いた？ううん、まだ。でも、絶対見つけるから、待っててね。もしかしてさっき俺の財布盗んだのお前じゃないか。ひどいな。俺さっきからずっとここにいるだろ。違うか。悪かったな。本当悪かった。いいよ、財布を盗まれたんだろ。犯人探し俺も協力するよ。それじゃあ俺の持ってる情報と兄ちゃんのポーションを交換しない？情報屋かよ。ただってわけにはいかないもんな。その代わり何でも知ってるぞ。毎度あり。ほら、兄ちゃんの後ろにいるぞ。何？なんだよ、もういないぞ。じゃあ、あいつが行きそうなところを教えてくれ。ん？今、情報を教えただろ。もっと知りたいならアイテムもう一個だぞ。なんだよそれ。毎度あり。あっち、ほら。本当か。っていいね。まさか今ので情報一つとか言い出すんじゃないだろうな。はい、言いますよ。次の情報知りたい？んなもんいるか。頼むよ、もう。ザックス。あ、エアリス。ブルーノ、いた？あの子、足速くて。ちょっといいかな。ブルーノって男の子を探してるんだ。こんな子なんだけど。
見てな。いや、見たわよ。本当か？あっちへ行ったわ。あっちか。そうそう、ずっとそっち。ああ、ありがとな。って、そっちにいるじゃねえか。もういねえし。お姉さん、どういうこと？騙したわけじゃないのよ。私、すごく目が悪くて。頼むよ、もう。エアリスもまだ探してんのかな？一人で大丈夫か？エアリス、どうよ？ザックス。そんな顔しなくていいから。でも参ったな。なあ、協力して探さないか？でも。心配すんなって。頭から怒鳴ったりとっちめたりしない。ちゃんと訳を聞いて、理由によっては大きな心で許す。本当？ほんとほんと。じゃあ協力しよう。うん。でも手がかりがないんだよな。ブルーノ、何か買うならまだ町にいると思うんだ。そうか。じゃあエアリスはここで目を光らせる。俺は町を一回りしてくる。そういうことでよろしく。こっちには逃げてないって。あら、探してた子が見つかった？お兄ちゃん忙しそうだね。おっしゃ、見つけた。あ、うわあ。はい、追いかけっこおしまい。やったな。お前、自分が何したのか分かってんだよな。人のものを盗むっていうのはな。ザックス。で、非常に良くないことだぞ。で、盗んだ理由は何なんだ？兄ちゃんには関係ないね。ブルーノ、盗んだのは本当？うん。そっか。どうしてそんなことしたんだ？エアリス、お前のこと信じてたぞ。俺が決めつけてもそんなことする子じゃないって。俺はともかくエアリスには話せよ。お金が必要なの？困ってるの？薬がいるんだよ。でも自分の財布モンスターに食われちゃって、だからこの人の財布を取った。エアリスの友達なら許してくれるかもって。ブルーノ、これはダメ。がっかり。もうしないよね？うん。じゃあ忘れる。また仲良くしよう、ザックス。それでいい？エアリスの顔に免じて許す。ありがとう。ごめんなさい。でも薬がいるんだよな。うん、じいちゃんの薬なんだ。本当？俺に任せろ。でも危ない。平気平気、この辺のモンスターなんて楽勝。それなら私も手伝う。いいって、大丈夫。俺に任せとけって。エアリスはブルーノと待ってるよ。モンスターはまだ公園に行く道にいるはずだよ。
じゃあ財布とお金返すね。準備して行ってきてよ。いらっしゃいませ、アイテム屋です。いらっしゃいませ。公園はこっちか。おい君、すぐゲートの中に戻りなさい。公園からモンスターがワンサカ現れた。公園、なるほど、そいつらだな。なるほど、じゃない、みんな逃げたよ。危ないから君も早く戻りなさい。悪いけど、そいつらに貸してる金取り戻しに行かないといけないんだ。な、何をわけのわからないこと言ってるんだ。ま、大丈夫大丈夫、心配いらないって。あんたもさっさとそのゲートの中に入ってな。出た出た、こいつらだな。ブルーノの財布返してもらうぞ。アクティベーティングコンバットモード。この財布だな。中身も無事だよな。うわっ、俺の財布より入ってる。本当に取り返したんだ、すごいな。うわ、ベトベト。文句言うなよ、戻ってきただけマシだろ。ザックス、大丈夫だった？楽勝楽勝、問題なし。ありがとうな、兄ちゃん。ザックスだ。盗みなんかするなよ。また何かあったら頼ってこい。遠慮しておくよ。兄ちゃん、お金、俺より大変そうだ。ま、今はな。でもな、見ていろ。俺とエアリスで大儲けするんだから。え？ミッドガルは花でいっぱい、財布はお金でいっぱい計画だ。そう、ミッドガル、お花でいっぱい、財布、お金でいっぱい。エアリス、本気？うん、頑張るから。だから困った時ちゃんと相談して。分かったよ、ちゃんと相談する。じゃあ兄ちゃん、エアリス、ありがとう。ねえザックス、さっきの本気？お花売るって。もちろん、あれだけ言ったんだからやるしかない。そうだ、ワゴン作ろう。ワゴン？そう、花売りワゴン。ワゴンに積んで花を運べばミッドガル中で売り歩けるだろう。あれ、気に入らない？すごい、やってみたい。